最後にと言いながら寝れず不安でこれを開いちゃいました。おバカでしょう。おバカでしょうね。バカの一つ覚えね。不安で寝れないんです。どんなに彼女が待ち受けになっていても不安は不安なんですね。そういうのなんていうんですかね、オペを、まあそれ言われたんでね、乗り切るしかないかなっていうのはありますけれども、そう、先ほどね、斉藤さんでねメッセージをねいただいて、応援してるから頑張ってねって言ってくださって、それもねフレンドの方で、それも励みにしていこうじゃないかと思っております。だがしかし、先ほどですね、監視の方にですね怒られちゃいました。いい加減体を休めなさいと怒られちゃいました。へへへへ、ほんとバカですよね。こんな、もう一回言っちゃいましょうか。これでね、最後にして、また監修の方に怒られないように。どこで目を光らしてるかわからないんでね。これで病院をね、抜け出すわけにもいかないので、もう決まってしまっていることなので、はい、帰りのタクシーはね、もうえらい先なんでね、それを早めるってことはちょっとできないので。しときましょう。応援してくださってる方、チャンネル登録してくださってる方にもね、はようね、元気な姿でね、また動画でね、お会いしたいっていうところもあるんでね、一刻も早く戻ってあげなければならないというところでございます。やっぱ頑張ってもこれだけなんですね。最後までご視聴ありがとうございました。それではおやすみなさい。また戻ってきます。それまでよろしくお願いいたします。